どうも、マグナットカフェです。マグナットカフェです。バグダッドカフェは、次13回目の公演を、7月の4日から9日まで、ジャントゥトゥクというカフェで行います。はい。で、どんな公演内容なんですか？公演内容、4作品を今回するんですけど、トークアバウトハーライフっていうのと、モノロジック大丈夫ですか？と生活のリズムとポーリビリティという4作品を上演します。はい。で、そのトークアバウトハーライフに出てもらうお二人です。あれ7人出るんですけど大丈夫大丈夫。トークアバウトハーライフに出ていただくお二人を今回はちょっとゲストとして呼ばせていただきました。はい。それぞれの作品、4作品あるんですけど、それぞれ毛色が違う作品ですので、ちょっとまずはそれはトークアバウトハーライフ兄弟作なんですけど、そこの出てる2人にどんな作品か言うてもいい振るけどいいどんな感じですかね。そうですね、チラシにも書かれてるんですけど、はいはいはい、台本にセリフのない会話劇、台本にセリフのない会話劇、それはどんな感じなんですか？そんな会話劇が成立するのかっていう、なるほど。台本っていうのが多分普段はこうセリフは喋ったりっていう、そのなんていうんですかね、おはようございますとか皆さんこんにちはとかいうセリフがあって、でその後にじゃあ椅子に座るとかとがきがあったりするんですけど、今回その普通はこういう会話がいっぱい書いてあって、たまにとがきが書いてあるっていう台本なんですけど、今回はこの椅子に座るとかいうとがきだけで構成された台本を、やりますので、それがどういったものになるかはちょっと想像できないかと思いますけど、そこはまた劇場で見ていただければと思っておりますっていう台本やね。そうですやってみてどうなんですか、実際成立するかどうかって言ってましたよ。いやでもそのおのおの喋る言葉が、決まってないっていうことなんで、いろんなところで物事が発生してるんで、いい意味でどこ見たらいいのか分からへんのか、見どころがいっぱいあるって言い方をすればいいのかも分かんないですけど、いろんなとこ見れる。そうですね。で、そこから見ても四面舞台の四方から見えるお芝居になってるんで、そうですね、どこから見ても、その楽しめれる舞台なので、この役者はちょっと手抜いてんなとか見れるってことですよね。それはないですけど、もちろんないですけども。そうですね。はい。どうですか、やってみて。やってみて。はい。ややこしいですね。ややこしい。正直ややこしい。何がややこしいんですか。まず一番初め台本もらった時に一回読むの諦めるっていうぐらいややこしくて。なんで諦めたんですか？そのとか読んだらいいじゃないですか、役者さんでしょ。いや、頑張ったんですよ、役者として、はい、一気に読み切ろうと思ったけど、とがきばっかりっていうのが初めてすぎてすごくね、読みにくかったっていう、なんかね、そうなんか文章が長い、文章が長い、説明が何々が何々で何々があって文章が長い、長い、ね、セリフやと一言とかがあるんでね、ごめんなほんま、でもそれをいろんな役者さん7人の役者さんが苦しみながら作っていると、今現状そうなんですね、ちょうど今壁当たってるところですからねいい壁に当たってます、乗り越えて、そう本番には素晴らしいものを見せれたらなという感じですね。それ以外の作品はどうですか？モノロテクノは女子4人で、1人の女性の恋心を語るという形なんですけど、なんですか、これちょっと音楽っぽい、そうね、テクノってついてるし、モノローグっていうのが舞台の用語であって、一人語り、なんかこう刺すというか、光がパーッと当たって自分の内心を、私はなぜあの人を愛してしまったんだろうかみたいなことを言うっていうのがあるんですけど、手法としてこれを4人の女優さんで1人の人間の心情を語ってみるというような手法を使ってますね。それをちょっとそのテクノ的な音楽とテクノ的な手法でやってみてます。でいいですかね、はい、内容は、はい、
なんか見どころ的なのそう見どころ、はい、えあなた出てますよね出てます出てますだから4人がずっと居続けて1人のをやってるから結構なんだろ もうこれもどこ見ていいかわからんぐらいになるかなって思ってそうそうこの人ばっかり持ってられへんしなんかいろんな4人がそれぞれやってることをなんかバーッと眺めて感じてもらえたらなって思います、うんうんうん、なるほど、はい、ポーリビリティというそのはどうですかポーリビリティはこれは、3年前ぐらいにやった、再演なんですけどこれはすごい言葉のもうこれは本当セリフばっかりで逆にセリフの量がすごくて言葉遊びとかもうその中で彼女3人の女性たちが出てくるんですけど彼女たちが何を思っているのかっていうのを感じ取ってもらえたらみたいな感じそうですね言葉は結構、うん、セリフは掛け言葉が多かったりまあ言ったらシャレというか、うん、なんかダジャレというか、うん、ダジャレばっかりの台本なので、うん、その中ダジャレばっかり言い合うどんな台本ですか3人の女優が必死にダジャレ言い合うっていうすごいけどなんかそこには奥深い心情があるかもしれないなっていうのを感じ取っていただけたらなという感じですね、うん、最後生活のリズム生活のリズムはこれは、男女2人の、 生活の様子をまあこれはセリフが挨拶だけでおはようとかいただきますとかっていう挨拶だけであとはもう動きで毎日が繰り返されていくっていうね割と話としては平坦な感じですけど、うん、ところがこれ話台本もねこれ25分ぐらいあるお芝居なんですけど1枚しかないですよね、台本が。これを5日間繰り返すぐらいの台本しかないですけど、その台本から生まれたとは思えないような、まあ、ちょっとパフォーマンスの色が強いような作品になってます。やってみてどうなんですか？やってみて。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 まあまあ、なんかね、そう、でもその細かい相手が川添さん、手のひらサイズの川添さんなんですけど、なんか喋ったりせえへんのにめっちゃ細かいところやってたりしてさ、なんか面白い。なんか、あれ？何やったっけ？なんか細かい。結構、そう、喋らんけど細かいことをしてはるので、そういう細かいところもきっと何回も見たら、うん、あ、こんなことしてたんやって何回も気づけるみたいな、あそういう作品そうですね、うん、そうですね、いいこと言うんですねその通りです、はあ、でこれ生演奏がつくので楽器ですねあ、そうですね、生演奏で、はい、そうそうセッションも見れるかなと音楽とお芝居のセッションも見れるかなというところも見どころの一つですね、うん、はい、はい、でそれを気になるその日時はいつやるんですか日時結構お前何しに来てん今日書いてるの読んだよ書いてるから書いてるのが暗号みたいになっててまあ頑張って読んだらいっちゃうから頑張って読むか暗号みたいなめっちゃ長くなるけどすいませんなんか面白くやってくれたら全然いや無理やな7月の4日木曜日は、8時から東京アバートハーライブだけですでそう、はい、このやつで5日の金曜日はモノロテクノとフォーリビリティの2つですこれ合わせてちょっと60分ぐらいですで6日土曜日は、3時と7時からトークアバウトハーライブで5時からモノロテクノと生活のリズム日曜日は1時と5時からがトークアバウトハーライブで3時と7時からはモノロテクノとフォーリビリティのセットですで、8日月曜日は8時からモノロテクノと生活のリズムのセットで最後9日火曜日が5時からトークアバウトハーライフでチラシ見てもらうのかなこれをさせてもらっていいですかだから言ったやんで、これ努力が大切っていうことやチラシが早い、まあ、ちょっと右から左やったけどチラシは分かりやすい、まあ、4日から9日なんかやってますよっていう感じですね、まあ、じゃあ料金はいや場所と料金場所と料金場所は、花園町大阪は、四ツ橋線の花園町駅から徒歩3分ぐらいのところにあるジャントゥトゥクというカフェでしますで料金は、1回目は2000円なんですけど、
まあ、リピーター割引がありまして、2回目は1500円、3回目はもう3回目以降は何回見ても1000円、なんと、はい、そういう制度になってます。別にどれ見てもいいんだよね、それ。そうそうそう、だからトークアバウトハワライフばっかり3回見てもらってそんな人多くないでしょありがたいですけど、ありがたいです。もうそうなったらいいわって言うんですあ、でもセリフのない会話劇ですから毎回違うと思う。ああ、まあそうね。それはそうね。あ、でも、まあ、でも他のもでもそうですね。何回でも楽しめるやつですね。紙面やしね、いろんなところから角度見てもいいかもしれないですね。ぜひなんかお時間許せば使ってもらえればと思います。はい。そうですね。はい。あ、土曜日の7時の会は終演後にバグダッドバーっていうのを、カフェじゃなくて、そう、バグダッドカフェ。バグダッドバーというのがするので、あの見に来ていただいたお客さんとスナーと一緒にちょっと、まあ、軽くおしゃべりできたらなっていう時間もございますので、よろしければぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、そんな感じですかね。はい、はい、そんな感じですか。全体としてはこの今回見ていただいてさよならとはちょっと色が違う感じですね。またね、全然雰囲気は違う、はい、結構密な狭い劇場というか、お、結構密な劇場を選んでますので、かなり密な芝居が見れるかなと思います。ぜひぜひ、会場までお越しください。はい。